トキソプラズマはアピコンプレックスモンコクシジウムズナに属する寄生性原生生物の一種。幅2から3マイクロメートル、長さ4から7マイクロメートルの半月型の単細胞生物で人を含む幅広い高温動物に寄生してトキソプラズマ症を引き起こす。通常は免疫系により抑え込まれるため大きな問題とはなりにくいが免疫不全の状態では重篤あるいは 致死的な状態となり得る。特に妊娠初期に初感染した場合、胎児が重篤な障害を負うことがある。トキソプラズマの生活感は、有性生殖期と無性生殖期からなる。有性生殖は、猫科の動物の腸内でのみ起きるが、無性生殖は、猫科を含む、幅広い哺乳類や鳥類で行われる。したがって、猫科動物が収縮種、その他の動物は、 中間宿主である。主な感染経路は、蛍光感染であり、腸管壁から宿主体内へ侵入し、血流に乗って全身の組織に広がる。宿主の細胞に侵入すると寄生体法を作って、その内部で内精に分裂を行い増殖する。これは、母虫体の細胞内に二つの娘虫体が、生じ、それが、 母虫体を破壊するという特殊な分裂様式である。原虫の増殖に伴い寄生体法は肥大化していき、宿主細胞が耐えきれなくなると破裂して、再び原虫が周囲の細胞に侵入することを繰り返す。この時期の原虫のことを急増中体と呼ぶ。急増中体は通常は宿主の免疫系の作用によって排除されていくが、 免疫系の作用が及びにくい筋肉や脳ではシストを作ってその中で緩やかに増殖を続ける。シスト中の原中を肝臓中体と呼ぶ。以上が無症生殖器であり、アピコンプレックスもニ一般でいうメロンゴニーに相当する。トキソプラズマのオーシスト一方、収縮種に初感染した場合には、腸の粘膜上皮細胞の中で有性生殖を行う。 上皮細胞に侵入した原虫は子ゆどちらかの生殖母体となり、配偶体を生じる。子ゆの配偶体が受精すると、オーシストを生じてその中でスポロゴニーが始まる。オーシストは120マイクロメートルの大きさで、未成熟なままで、糞便内に排出される。外界で2個のスポロシストができ、成熟するとその中にそれぞれ4個系8個のスポロゾイトが、 無償的に生じる。オーシストの排出は数週間で収まる。排出されたオーシストは生体以外の環境で1年は生存することが確認されている。トキソプラズマは生活感を通じて感染能を持っている。肝臓中体やスポロゾイトはシストやオーシストに包まれているため消化液に抵抗性があり、経口感染して腸管壁に侵入する。 また血流中の急増中体は胎盤を経由して胎児に移行することがある。環境中に急増中体があることは稀であり、また消化液に弱いため経口感染することは少ないが、それでも実験上件下などで目や鼻の粘膜や外傷から感染することがある。1908年に発見され、翌年にトキソプラズマゴンジーと命名されて、以来約60年間。 放シ,シズナの所属不明とされていたが、1965年から1970年にかけて生活感が明らかになり、国子獣無類であることが確定した。アイメリアアクトキソプラズマ化を置く、あるいはアイメリアア目獣肉放肆中化にトキソプラズマ化を置く場合がある。ノーマンディ・ーレビン・ローマンディ・ーレビンは、トキソプラズマ族トキソプラズマには7種があるとしているが、T ・ゴンジン以外は、 爬虫類や両生類から見出されたものが多く、その後詳しい研究はされていない。通常は T ゴンジーのみが認められている。トキソプラズマ化には、猫かを収縮主とするハモンディアとベスの位置や、犬かを収縮主とするヘイドーニアとネオスポラなどが知られている。このうち猫かを収縮主とするハモンディアは、トキソプラズマと極めて禁煙である。 1908年にアトラス軍リクテナダクティラス軍事の寄生虫として発見され、当初はリーシュメイニアゴンジーと命名され、翌年にトキソプラズマゴンジーと親族が与えられた。日本では陸軍軍医ミネ・ナオジロウが福岡で捕らえたモグラの肝臓から見出し、1910年にスタネスロース・フォン・プラウジークによってトキソプラズマタルプと命名されたのが初めてである。 ありがとうございます。